今日は人多いな。おいお前、そこは並ぶ場所じゃねえぞ、順番守れ。あ、すみません。ったく、一番後ろどこだろう。邪魔くさいな、どけ。すみません。邪魔邪魔。はい、すみません。そこ通路だからもっと走りに行けよ。はっ、えらく快速電車通過します。そうだろ。やばい、電車が来ちゃう。私死ぬの。大丈夫か、俺に捕まれ。はい。あ、お客様急いで上がってください。先に上がれ。はい、お客様早く。すいません。いらっしゃいませ。え、ご予約の方ですか。あ、はい、病院からここに来るように言われまして。あ、先生から聞いております、神見空さんですね。はい。この前駅で助けた人だよな、覚えてないのか。ではこちらでマッサージしていきますね。はい。何で怪我されたんですか。え、ちょっと事故に巻き込まれまして。そうなんですか。でも無事でよかったです。他人事かよ、助けてもらった人のこと忘れてんのかよ。私生まれつき弱視でほとんど目が見えないんです。え、それでこの前ホームから落ちちゃって事故に遭いそうだったんです。でも優しい誰かが線路まで降りてきて助けてくれたんです。ああ、私もすぐ病院に運ばれたので、それきりお礼も言えてなくて。その方も無事だといいんですけどね。そうだったのか。絶対無事っすよ。なんでわかるんですか。ご利用ありがとうございます。ナミ、来てくれてありがとう。お疲れ様。空のコンビ面白かったよ。嘘つけ、滑ってただろ。でも漫才してる時の空の声楽しそうだったよ。楽しくてもウケねえと意味ねえんだよな。そうかな。ナミはいいよな、仕事楽しそうで。え、うん。ナミちゃん、お疲れ様です。この後1時間ぐらい残れるよね。予約ですか。いや、俺のマッサージ、昨日ゴルフで体バキバキなのよ。いや、今日はちょっと。上司の言うことが聞けないのか。ナミちゃんみたいな子他に働けるとこないだろ。あ、ここで働かせてやるから黙って言うこと聞いてろ。耳も悪くなっちゃったか。わかりました。そうだ、ナミちゃんに誕生日プレゼント買ってきてやったぞ。え、ネックレスだ、似合ってる似合ってる。あ、毎日ちゃんとつけてくるんだよ。はい。今もなく片瀬江ノ島、片瀬江ノ島でございます。あ、着いた。お待ちしておりました。改札までご案内しますね。お願いします。ナミ、海行こう。うん、行ってらっしゃいませ。海の匂いだ。だね。私ね、ずっと歌手になりたかったの。え？でもこんな私じゃ無理だなってすぐ諦めた。だから空はすごいと思う。諦めずに夢を追いかけてて。ナミも追いかけようよ、夢。え？誰だって夢追いかけたらいいんだよ、人生一度きりだよ。だね。あ、綺麗な貝殻見っけ。え？ナミにあげるわ。ありがとう。波の音するかな。はい、神楽坂、神楽坂到着です。そんなが、ん、トイレ寄ってこ。ねえみちゃん、静かにしろ、騒いだら許さないぞ。何するんですか、やめてください。俺のあげたネックレスなんでしてないんだ。毎日するって言ったよな。わかりました、今からします。ダメだ、俺がつけてやる。ちょっとやめてください。俺に抵抗してんじゃねえよ。お前は何もできないくせに調子に乗ってんじゃないよ。ごめんなさい、わかりましたから。おいこら、てめえ、んてめえ、うん、てめえぶち殺すぞこら。お前こんなことして許されると。うっせえ。お客様落ち着いてください。もうやめて。え、もうやめて、お願いだから。今だ。お待ちください。事務室に警察がお待ちです。ちくしょう。ナミ、怪我はない？うん。あいつ職場の上司だろ。うん。あんな会社もうやめろ、従う必要ないって。わかんないよ、空には。は？目が見えない人にとって働く場所を探すのがどれだけ大変かわかる。え、やっと見つけた仕事なの。だから辛くても笑うの。生きていくために我慢するしかないの。そんなのおかしいよ。私は空みたいに夢だけ追いかけて生きていけないの。普通に目が見える人にはわからないよ。無責任なことばっか言わないで。ナミ、すみませんでした。あのな、元芸人だか知らねえけど、社会のルールぐらい覚えてもらわねえと困んだよ。すみません。返しもつまんねえな。本当に芸人かよ。あれから俺は芸人を諦めた。
俺は今何のために生きてるんだ。すごい人だな。なんか路上ライブやってるみたいですよ。え、夢なんて諦めてました。何？でも私の大切な人から人生は一度きりって教わりました。彼は全然面白くない芸人でした。でも夢をまっすぐ追いかけ続ける彼が私は大好きでした。私は目がほとんど見えないだけど歌いたいから歌う、好きだからやる。目が見えなくて辛くて悲しいこともいっぱいあった。でも嬉しいこともいっぱいある。見えないからって諦める必要なんてない。だから私は死ぬまで歌い続けます。ナミ、あの事件の日からナミと連絡が取れなくなった。俺のせいでナミの人生をむちゃくちゃにしてしまった。俺はもうナミに会う資格なんてないと思ってた。ありがとう。いいぞ、一生ついてきます。最高です。皆さんありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。ソラ、え、わかるに決まってんじゃん。ああ、ソラに救ってもらった命、死ぬ気で生きてみようって思って。救ってもらった？最初から気づいてたよ。私が線路に落ちた時助けてくれたのはソラだって。え、今日までソラのこと考えなかった日なんて一度もなかった。でもこれ以上迷惑かけたくないって思って連絡も返さなかった。迷惑なわけないだろ。ナミと過ごして迷惑だと思ったことなんてないよ。ありがとう。ナミのおかげで思い出したよ。え、一緒に夢を追いかけてくれない？もちろん。